久保さん、やっぱね、目立つことですね。目立つことって大事ですね、うん。なんかあの、知らないものは知らないので、うん、久保さんがやっぱ、あのー、なですか、すごいなと思ったのが、まあその小さいコミュニティだけど、その中でも目立っていくっていうね、コメントしまくってね。で僕も久保さんのエッセンスを取り入れて、昔あの、Facebook で、 あのコメントにね写真を添付して目立つようにコメントしたりとかまあこれ本書いた本にも書いたんですけどそのコメントってフェイスブックのコメントってまあほとんどの人が、まあ、文章しか書いてないんですよコメントだからでもフェイスブックの機能に写真をも入れられたんですよねなんで写真をこう添付してでコメントを入れるともう絶対目立つっていうね <laughs> 絶対目立つっていうね あれは良かったですねだって僕しか写真添付するコメントないんで <laughs> だからなんかあの何すかね僕がやってたのが Facebook ってまあある一定の人がそのフィードを見その人の、まあ、友達何千人いますで日々投稿してますそこにはある一定のね人たちがアクセス集まってるわけじゃないですか。 自分でアクセス集められなくても、アクセス集めてる人がいて、で、アクセス集めてる人の投稿には、毎日見てる人がいてで、そこに対して目立つコメントをするっていうね <laughs> 古俗手手、姑息な手段をしてましたけど、でもね、これね、あの、ビジネスを僕はその勉強していく中で、まあ、こういう話を聞いたことがあって、あ、確かにな、って、あ、そうだよな、と。どういう話かっていうと、 あの初心者でも必ずそのあのこういうビジネスができれば売り上げ上がるよねという話を聞いて何かっていうとあの夏の甲子園球場夏の甲子園球場に3万人4万人が集まってるとします暑いです、ね、炎天下ですで3万人4万人が集まってますとでそこに 初心者でもかき氷屋さんをオープンしたら絶対売れるよねっていう <laughs>。もちろんそこにね、ライバルがめちゃめちゃいたら、あの、競争にはなりますよ。安いのか美味しいのかみたいな。でもそこに、プラスそこにもしライバルがそんなに少なかったら、あの、なんですか。まあ、売れますよね。うん。要は何かっていうと、人が集まってるとこにはビジネスチャンスがあるってことなんですよね。だから人が集まってるとこを探せっていう話ですね。 人がいないのにビジネスは生まれないんですよ、そこに。ゼロ人で誰が買うのっていう。アフリエイト報酬、あの広告をクリック型の、まあ、アフリエイトだったとしても、ねまあ、制約型のアフリエイトだったとしても、アクセスゼロだったらそれは無理ですから、クリックもされないし、なんですか売れることもないんで。だから、 自分でその集客をしていくっていうことも大事だけども一番簡単な方法はどこに人々が集まっているのかっていうところに着眼するといいよみたいな話を聞いてあ、確かになみたいなうんなんかみんな集客悩んでるじゃないですかだから久保さんがそのイリュージョン3の時にね NHK のね話をしててやっぱ着眼点が面白いなと思いましたよね NHK みんな集客に困ってるって言ってるけどみんなやってますよみたいなそう みんなやってますってやってないですよね、向こうから来てくれるのにみたいな。だから僕もね、なんかビジネス勉強してて、やっぱ、これは成長したなっていうのがやっぱあって、それが何かっていうと、クレジット代行会社、営業マンですね、うちの決済入れてくださいみたいな、結構来てたんですよ、あとあ、広告代理店ですね、広告やりませんかみたいな。 だからクレジット代行の営業マンと広告代理店の営業マンに塾売るっていうね <laughs> 僕は結構それはねあのすごいう嬉しかったというかこういうこともあるんだみたいななんかそのビジ,ビジネスマインドっすよね向こうから来てくれるっていうだからまああのしかも向こうとしてはあのお客さんとその話すっていう前提はあるわけじゃないですか なんか、こっちからピンポンすると、まあのし、結構ですみたいな門前払いじゃないですか。でも向こうから営業しに来てるんで、クライアントのお話って絶対聞いてくれるんですよね。絶対ですよ。ね、<laughs> 営業はするけども、顧客の話を一切聞かないっていうのはないじゃないですか、ほぼ。だから、まあ、どういうことをやってたのかっていうと、まあ、質問してたんですよね。どういう質問してたかっていうと、 なんで今の会社入ったんですかみたいな。今の会社楽しいですかとか <laughs> そ。そこのかい最終的にど,あのどうしたいんですかみたいな。今の会社でずっと働きたいですかとか <laughs> えあの。何のためにその会社で働いてるんですかとかね。いろいろ聞くんですよ。でそうすると最終的に実はこう,こうなりたいんです。こんな生活したいんです。実は こうなんですっていうのが出てきてじゃあそれを達成するためにはうちこんなことやってますよみたいな塾やってますよみたいな <laughs> 売りましたね。うん、あれは僕はねすごくなんか一皮をむけたなっていうところですね。い、うんはい。ってらっしゃい